皆さんこんにちは。スピリチュアル母さん大野ゆり子さんのおしゃべりの時間です。私はお手伝いのしずちゃんです。ゆり子さんこんにちは。こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。しずちゃん今日もよろしくお願いいたします。はい。本日はどのようなお話をしていただけますか。そうですね、2年ほど前に、はい、まあ、全てのこの現実を自分が作り出しているっていうテーマでね、うんうん、お話をしたことがあるんですけれども、はい、まあ、それは古代の英知ノーイングの基本中の非なんですけれども、はい、仏教の方でもね、由意識論といって、うん、意識が結局全てを作り出しているというね、考え方があります。で、以前ちょっとね、ご質問いただいた方で、はい、でなかなかその、自分は好きなことだけをしてね、生きていきたいんだけれども、うん、でもなかなかそれが、現実化しないし、まずはそのお金をね、ちゃんと稼がなくちゃっていうところに行ってしまってっていう、そういうね、お話をしてくださった方がいて、で、結局、じゃあその、好きなことだけをして本当は、それを仕事にね、結びつけていきたいけど叶わない。うん、じゃあ、その、すべての意識、自分が、こう、現実を作り出しているとしたら、じゃあ、その、叶わないように、邪魔をしている信念っていうものは何だろうかっていうところを、こう、考えていくことによって、なんかね、いろんな、こう、糸口が見つかってくるんですね。で、例えば、その、小さい時にね、何絵描きさんなんかね、で、生活ができるわけがないじゃないと。ね、ちゃんと、まともな職業をね、に就きなさいとかってこう言われ続けて育つと、やっぱりその絵を描くことが本当に好きなことでも、なかなか、やっぱり絵だけで食べていけるわけがないっていう信念が深いところにあると、やっぱりどうしてもね、願いっていうか思いは、叶わないんですよね。なので、じゃあ、すべてがその自分がこの世界を自分が作ってるんだっていうふうに、それの、説明はね、前にもしましたけれども、自分自身がこの創造主の一つの細胞であり、そして自分の肉体とスピリットっていうのは、創造主が生み出したこのガイアという地球から生まれたものだから、ちゃんとガイアというその物質的な陰のエネルギーと、それからその自分の思いという陽のエネルギー、天のエネルギーが、天と地が一つになった時には、それが必ず叶うっていう、そういうね、大きなルールがあるにもかかわらず、ね、なんでやねんっていうことがありますよね。はい。なのでね、自分の信念を邪魔している、その自分の思いを邪魔している信念は何かっていうところを、紐解いていければ、そのずっと手繰っていって、大元は、ね、何だったんだろうな、ああ、そうか、お父さんやお母さんからの刷り込みなんだとか、うん、豊かさに関しては、例えばそのお父さんが一生懸命働いて、仕事は苦しいもんだよ、なんていうのを毎日聞いてたら、ね、楽しい仕事なんてあるわけがないっていう信念がね、生まれてしまいますよね。そういうのって、自分がそれを知りたいと思って、あとは脳波をね、こう下げていく。それは瞑想だったり、っていうふうにゆっくりこうね、ぼーっとこう、この前頭葉の動きを少しずつね、下げていくと、ふっとね、その自分が知りたいと思っている情報、ね、自分のこの信念の大元はどんなところにあるかっていうイメージが出てきたりとか、子供の頃のね、そのなんかある種のシーンがパッと浮かんできたりとか、そういうことでわかる。でも、今やもう嬉しいこと、2023年は、ユニティ、統合、魂と体が一つになっていくエネルギーに、どん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 近づいて深く入っていってるので、
もういちいちあの時のこの出来事が原因のこの痛みっていうふうに思わなくても、わからなくても、もうそういう自分を邪魔しているエネルギーを全部宇宙に返すんだっていう思いで、ね、その例えば深く息を吸って口からふーって出すような呼吸法をもうずっと何度もやってみたりとか、それから、すごくよく聞くのはプラーナヤマっていう、まあ、呼吸法ですよね。聞いたことありますか？耳にしたことはあります。うん、プラナヤマが一番葛藤を解放するのに手っ取り早くて誰でもできる方法だって言われています。まあ、一番ポピュラーなのは、4股間吸って、4股間止めて、4股間で吐いて、4股間止める。4444の呼吸法っていうのは、大変ね、落ち着くっていうふうに、言われてるんですね。なので、まあ、例えば試験前でドキドキしていたりとか、そういう時に、この4444っていうのをやってみる。それから、目的に沿ったプラナヤマっていうのは、調べてみると、わかるんですけれども、マスタープレスって呼ばれている呼吸法があって、それは1対4対2で呼吸するんです。で、どういう意味かっていうと、1対4対2だから、例えば、4股間で息を吸うと、それの4倍だから16股間止める。そして2で、つまり8股間で吐く。で、それは、吐いた後はまたすぐ、4股間ですっていう。それがマスターブレスというふうに呼ばれているもので、これをやるとですね、まあ、ともかく、すべてのチャクラのバランスが取れるという方法なんですね。だからまあ、ここで、実際にやってみるとね、わかりやすいと思うので、まず4444、吸って、止めて、吐いて止めるっていう、非常に、心と体のバランスを取る4444呼吸を、ちょっとだけ、皆さんとやってみて、で、最後に、マスターブレスの方法もね、実際にちょっと皆さんとやってみたいと思います。で、1個間、2個間っていうのはですね、通常、1個間1秒で数えるんですね。そうすると、メトロノームとか、今や、私もこの、アプリでですね、メトロノーム、無料アプリなんですけど、こう、スタートすると、聞こえますか？この音。これが、1分間で60個間なんです。だから、これで、1、2、3、4、止めて、1、2、3、4、吐いて、1、2、3、4、また止める ?1、2、3、4。これが4444呼吸なので、ほんのね、1、2分ちょっとやってみませんか、うん、で、まあ、やり方は普通に椅子に座って、で、足はちゃんとね、床につけて、はい、じゃあ、しずちゃんも一緒にやってくださいね。いっぱい、やっぱり呼吸法の時は、全部ね、息を吐いてからスタートするといいですよ。で、まあ、これはですね、鼻で呼吸していきましょう。いいですか？鼻呼吸でいきます。で、呼吸法で一番大事なのは、やっぱり完全呼吸といって、腹式で肺全部を使ってする呼吸が一番、効果的です。だから、4個間という数字、まあ、間を全部使って、肺に、肺の上までね、息を入れて、で、一回止める。そして、上から、って言って、肺をこう空っぽにしていくっていう感じです。はい。じゃあ、やってみましょう。じゃあ、一回全部息を吐いて。はい、吸い始めます。鼻から1、2、3。はい、止めて。1、2、3、4、はい、4個間で吐く。1、2、3、4、はい、止める。1、2、3、はい、吸って。1、2、3、4、止める。吐く。止める。あと1回。吸う。
はい、全部使って。はい、止める。吐いて。はい、止めて。はい、これでちょっとストップ。で、いいことはね、こうカチ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 で数えるじゃないですか。そうすると、どうでしょうね。しずちゃん、他のこと、今日の晩ご飯はって考えました。もうカチカチカチと、こう、息を入れて、っていうことしか考えられなかったですね。だからね、集中できるんですよ。で、まあ、できればね、どんな呼吸法とか瞑想も、まあ、20分やれれば十分だっていうふうに言われているんですけど、まあ、5分でも、10分でも、ご自分のその生活に合わせてね、ちょっとこう、なんか心がわさわさしたりとかっていう時に、このプラーナヤマ、4444呼吸は、ぜひやってみてください。そして、まあね、なかなか思うことが叶わないって思う時、で、そういう時は、やっぱりね、二元性の中にいるわけですよね。二元性っていうことは、相手と自分だったりとか、自分の中の頭と体だったりがバラバラな状態でいるとき。で、まあそういうときにですね、こういうその呼吸法をやって集中して、いつの間にか心と体が一つになっていく。まあそんな状態を作っていくことで、自然にまあ葛藤が手放れていきます。だからいちいちあの時のあんな風に言われた時のあの傷ついた気持ちを手放すとかじゃなくても、もうこの呼吸法だけをね信じてやっていくっていうのもすごくいい方法なんですね。じゃあ最後にですね、マスターブレスといって全チャクラがバランスが取れて活性化されると言われている1対4対2の呼吸法で、1対4対2だから初めに4個間吸うと16止めなきゃいけなくて、そうなると8吐くんですね。で、やっちゃいけないのは、なんだろうな、4個間で3個間ぐらいで吸って、息がもう吸い込んじゃって、4個目をちゃんと吸わないで、息止めた状態になっちゃいけない。その4個間なら4個間、8個間なら8個間全部使って吐くっていう。そこら辺はちょっとね、テクニックが難しいかもしれませんけど、練習してみましょう。で、一番よく使われるのが、4吸って、16止めて、8吐くです。で、16止めるのがしんどかったら、まあその3吸って、12個止めて、6吐くでもいいんですけど、でもだんだん慣れてくると、5吸って、20止めて、そして10で吐くっていうのもやります。皆さんご一緒にやってみましょう。しずちゃんもこれ初めてですか？なんか初めてのような気がします。はい。はい、じゃあしずちゃんも一緒にやってみましょう。じゃあまずこのスペースですね。4、16、8でいきたいと思います。一回全部吐いて。スタート。1、2、3、4、はい、止めて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、吸って。1、2、3、4、止めて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16吐いて。1、2、3、4、5、6、7、8。もう一回いきますよ。1、2、3、四、一、二、三、四、五、六、一、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、吐いて、一、二、三、四、五、六、
7、8、はい、返すと。はい、しずちゃんご感想を。はい、16がね、やっぱりちょっと苦しかった。止めてて2回目くらいからはなんか慣れてきたんですけど、うんうんうん、最初の段階で、はあ、止めるのが終わったって思って息に回って出す、うん、いっぺんに出しちゃう。そうなんです、うん、なので8つで出すっていうのが最初、あ、8つだったっていう感じになりました、うんうん、はい、まあ最初だとね、多分皆さんそうかなと思うんですけれども、うんうん、これも慣れでどん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 ね、慣れてくると、これはすごくパワフルで、対外離脱のワークショップの前なんかにゲリーさんはこの呼吸法でみんなを整え、自分の内側にすごいこう生命エネルギーが溜まってくるんですよね。でそのエネルギーを使って離脱するっていうワークをやりました。ですからこの1対2対逆だ1対4対2の吸って止めて吐く、うん、これはおすすめです。なんか面白いです。すっきりもうちょっとそう 長くやってみようって思いました。そうそうそう、うん、長くやってみてください、ね、でもう20分やれば十分ですけど、はい、20分も苦しければ10分でも大丈夫です。はい、自分の本当思う現実をクリエイトするために、もうこういうね、使える、しかも誰でもできるツールをどんどん使って、自分の意識で自分の現実を作っていってください。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。またコメントお待ちしてます。